ネルトリンゲン、ネルトリンゲン、標準ドイツ語、ムアートリンガン、アレマン語、にある、ネアーレは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウイコールリース軍に属す大規模軍都市で、かつては、帝国自由都市であった。ネルトリンゲンは、1500万年前に、シュバーベンジュラ山脈に落下した隕石のクレーターである、ネルトリンガーリースに位置する。このクレーターは、 直径2 3キロメートルあり、その縁は環状の連休に見える。リース内をベルニッツ側とエーガー側が流れ、この都市の南東約3 0キロメートルの地点でドナウ川に注ぐ。隕石が衝突した際、瞬間的に超高温、超高圧にさらされた地表の岩石が末バイトに変化した。この末バイトは建築用途に重宝され、 現在も同市内の建物で見ることができる。また、フランケン地方南東部及び、シュバーベン地方の北部に位置しており、住民の大部分は、アレマン語の一方ことである、シュバーベン語を言語とするアレマン人が多い、アレマン諸語の最北に属する。本市は、公式には17の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ネルトリンゲンを中心とした位置関係は以下の通り。以下の市町村がネルトリンゲン市と境を接する、バラーシュタイン、マイヒンゲン、エッティンゲン・インバイエルン、ムンニンゲン、ベヒンゲン、ダイニンゲン、アラーハイム、メッティンゲン、ライムリンゲン、ホーエンアルトハイム、エーダーハイム、ネーレスハイム、ボブフィンゲン、リースビュルク。ネルトリンゲンの中核部は大まかに、 アルトシタとグラーベン、ベムリンガー地区、アウクスブルガー地区、タールブライテ、ヘルクハイマー地区、ジュートチロラー地区からなる。バルディンゲン区とクラインエルトリンゲン区は中核部とほぼ完全に融合している。他の地区は隔離した村の性質を残している。オフネット平連の発掘は現在のネルトリンゲンの地域には旧石器時代後期から定住者があったことを示している。 ネルトリンゲンの地域には、その後の、ほぼあらゆる前世時代の発掘地が見られる。特に興味深いのは、バルディンゲン区の東端近くで、ここには、戦隊分土器文化時代、新石器時代、骨壺埋葬文化、ハルシュタット時代、ライコール、テーヌ時代の入植者が定住していた。ここには、仮想墓地を有するローマ時代の村もあった。西暦十五年頃に、 市の南に入植地を有するローマ帝国の城が築かれたが259年から260年に現在の南ドイツがアレマン人によって征服されたことで霊落していった。この入植地の名前はおそらくセプテメイカムであったと推測される。このラテン名はパブラ・ペウチンゲリアナによって確かな形で伝えられているのだがこのローマ人入植地が 現在のネルトリンゲンを指すものであるかどうかは完全に確定できない。ローマ時代の荘園がホルハイム区で発掘され見学できる。ローマ時代のネルトリンゲンは全般的に研究がなされている。六世紀から七世紀のアラマン人入植地が証明されている。この時代の墓地が三カ所ネルトリンゲン市内で発掘されている。ナーギリンガは八百九十八年に カロリング町の横領として初めて文献に記録されている。レーゲンスブルク市教の統治下でネルトリンゲンは市場町に成長していった。1215年にネルトリンゲンは皇帝フリードリヒ2世から都市権を与えられ帝国自由都市となった。この都市に最初の死壁が築かれた。その縄張りは現在も町の地図に見て取れる。1219年。 ネルトリンゲンの精霊降臨祭についての最も古い文献上の記録が残されている。重要な交易路が交差する。この都市は穀物、家畜、織物、毛皮、金属製品の主要な集産地に発展していった。ネルトリンゲンはフランクフルトと並ぶドイツで最も重要な遠距離、交易都市の一つとなったのである。 1238年の火災で都市の大部分は消失したのだが、直ちに復興された。三世代後には、市壁の外にも多くの手工業者、特に川なめ志工や職工が住みついていた。そこで1327年に今も残る市壁が建設された。これにより、市壁内の面積は四倍に拡大した。1427年に、西ルク教会の建設も始まった。 1529年のシュパイアー帝国会議でこの年はプロテスタントを支持する少数派に属した。市民はプロテスタント信仰の拡大が妨害されないことを要求した。1555年にネルトリンゲンの宗教改革が確定した。ネルトリンゲンでの魔女狩りの歴史は記録がよく残されている。百八十九年から百九十八年までの 間に三十四人の男女が魔法使いとされ、あぶりで処刑された。三十年戦争で歴史の転換点となったのが、ネルトリンゲン包囲戦とそれに続く1634年に起きたネルトリンゲンの戦いである。この戦いで、スウェーデンイコールプロテスタント軍は初めて、皇帝イコールハプスブル軍にはっきりとした敗北を喫したのであった。 ネルトリンゲンは勝者に縄文を開かねばならなかったが、高額の賠償金を支払うことで、略奪行為を免れた。しかし、この都市は包囲戦からその後にかけて、飢餓や病気で住民の半分以上を失うという、被害を受けていた。さらにその後のスペイン継承戦争でも、近くで起こった兵器主体との戦いによりの都市は、打撃を被っている。戦争の後、交易は、 公安都市で行われるようになり、ネルトリンゲンは公益中心都市としての機能を創出した。この時代の賃貸が中世の風景が現代まで残された理由である。1802年にバイエルン選定校はこの都市を併合し、これにより帝国都市の地位も失われた。1849年5月15日、ルートビヒ南北鉄道の創業開始によって、ネルトリンゲンは バイエルン王立国営鉄道の鉄道網に接続した。1861年7月25日、ビュルテンベルク王立国営鉄道が、カンシュタットか、アーレンを経由してネルトリンゲンまで完成した。この路線は1863年に全線、開通した。中世からネルトリンゲンには、ユダヤ人家族が定住していた。 死者はネアメンミンガーベクのユダヤ人墓地に葬られ、1885年にはクロイツ合成地に新しいシナゴーグが建設された。この神殿は1938年11月の迫害運動で新鋭隊員に荒らされた。現在のプロテスタント組織事務所に掲げられた記念プレートがこの事件を忍ばせる。また、1979年にユダヤ人市民によって 屋根が設けられたユダヤ人墓地の記念プレートは、ホロコーストの犠牲者を追悼して混流されたものである。1939年になって、ネルトリンゲンの人口はやっと1618年、すなわち30年戦争前の水準に復した。第二次世界大戦では、空爆によって1945年春に33人が命を落とした。駅や多くの住宅が破壊され、 生魚を抜く協会も大きな損傷を被った。しかし歴史的旧市街の遺構はほとんど無傷で残された。戦後はアメリカ軍の管理地域に属した。アメリカ軍司令部はディスプラストパーソン、DP、旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから追放された人々のため難民収容所を設けた。この収容所は アンラにより運営され、約500人の DP に宿を提供した。その多くは、ラトビアやリトアニアからの人々であった。戦後ネルトリンゲンには4500人を超える故郷を失った人々が定住した。バイエルン州の軍域再編に伴い、1972年7月にネルトリンゲンは軍独立市の地位を失い、新たに創設されたネルトリンゲンイコール。 ドナウベルト軍に編入された。この軍は1973年5月1日にドナウイイコールリース軍と改名された。市議会は24人の議員からなる。ネルトリンゲンはプロテスタントのバイエルン地方、教会アークスブルク教会軍の監督官所在地である。カトリックのネルトリンゲン主席主催区はアウクスブルク司教区に属す。 ほぼ完全に保存されている1327年に建造された慈壁は5つのローンと11の塔、2つの保類を有している。慈壁の内側の通路も完全に保存されており、歩いて通ることができる。一番大きなローンは南のベルガーモンである。ここから時計回りに西のバルディンガーモン、慈壁博物館としても使われている北のレップジンガーモン。 北東のダイニングアーモン、東のライムリングアーモンが連なる。塔は、北西から時計回りに、ファイル塔、レーベン塔、オベーラーバッサー塔、バックオーフェン塔、ゴキ、シュピッツ塔、ウンテラーバッサー塔、ライス塔である。二つのフロアに大砲が設置されていた、旧保留は完全に保存されている。これに対し、新しい保留は1808年から1826年に取り壊された。 ネルトリンゲンを象徴する建造物は1427年から1505年に建造されたゴシック教会であるセイゲオルク教会の高さ90メートルのダニエルと呼ばれる教会棟である。見どころは他にも旧市街南西の端にあるカトリックの聖ザルバトール教会がある。ネオゴシック様式の聖エメラム墓地教会は1874年から1875年に 作られたが、その原型は、ネルトリンゲンに最初に建てられて、教会で9世紀にまで遡る。シュピタール教会は13世紀に、精霊病院の一部として建設されたものである。西洋ゼフ教区教会は1960年から1962年に建設された。西ゲオルク教会の北側には、マルクト広場があり、中世には、毎年10日間、ここで、 日本史が開催された。布地の商人たちは、ブロートタンツハウスに商品を展示していた。この建物は1442年から1444年に建設されたもので、上層階は祝祭ホールとして使われていた。この建物と橋でつながっているのが木組建築の滅費である。普段は肉屋の売店が占めているのだが、日本史の時期には売り場が拡張して利用された。 さらに1304年の文献にはすでに登場する、ヘイハウスもある。向かい側に立つゲストハウス、ツアゾンネ、太陽亭は1350年に建設され、1405年から領主館として用いられていた。1500年頃には、皇帝フリードリヒ3世とマクシミリアン1世、1548年に、カール4世、1788年には、 ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・エーテがゲストとして宿泊し、1970年にはアポロ月面旅行計画の宇宙飛行士らが宿舎とした。この建物のすぐ北隣に視聴者がある。セイゲオルク協会や市内の多くの建物同様、ネルト・リンガー・リースで賛成される多構成のスーバイトを用いて建設されている。 1313 13年にはすでに販売記録にその名が記されており、当時は市場の販売会場として利用されていることが立証された。1382年に市はこの建物を賃借し、それ以降ずっと市庁舎として使われている。1500年頃に上層階に階段破フが設けられ、建物の張り出し部が取り付けられた。1509年に宝物等、 1618年に印象的なルネサンス様式の階段口がず落ちくれた。16世紀にの代表者が返した大集会ホール内にはハンス・ショイフェリンの大きくて貴重なフレスコの壁がある。ネルトリンゲン旧市街全域には中世やルネサンスの時代から愛情を込めて手入れされた豪華な建物が豊富に残されている。マルクト広場の北西にのみの市が開かれる。 愛ガ合セがある。この通りは周辺に金物商、英泉、イコール鉄が多く住み着いたことから名付けられた。愛ガ合セ沿いでは1563年に建造されたシュナイトチェハウスが注目に値する。三十年戦争の際、1632年9月にグスタフ二世やドルフが2日間この建物を宿とした。この通りはハーフェンマルクと 亀市場につながっている。ハーフェンマルクト沿いには、1278年から1802年まで、カイスハイム帝国修道院の所有であったカスハイマーハウスがある。やはりハーフェンマルクト沿いにあった1425年建造の装飾性の高い旧商家ハーフェンハウスは1955年5月3日の火事で消失した。テンデルマルクトでは、 北西閣の大きなクレステルレが目につく。この建物はかつてフランシスコ海修道院であった。宗教改革の時代に徐々に衰退していった。市は1536年にこの建物を買い取り、1584年から1587年に穀物庫に改築した。内陣は取り壊され、現在の大きな階段破布が設けられた。その西側には、 典型的な木組建築の正確工房が数軒ある。前方に大きく突き出しているのは乾燥スペースであり、上階はギャラリーになっている。作業に必要な大量の水は、映画運河によりこの地区に供給された。このため、この地区の北端の端の近くにのいみうれの大きな水車がある。1233年に創設された精霊病院はかつて老人や、 貧民の養護施設として用いられていた。当時の多くの類似施設同様、岸によって運営、拡張された。13世紀に建設された、セリオ協会は14世紀の貴重な壁が保存されている。それぞれ15世紀及び16世紀に建設された2つの本館は、私立博物館に利用されている。旧市街南部では1697年建造の ビンターシェーハウス、冬の家が特筆に値する。大きく、金星の取れた木組建築は、その背後に、趣きの良い庭園を隠している。バインマルクとワイン市場沿いには一連の特徴的な市民の家があり、大きく重量感があって、一際目立つ1541から1543年に、建造されたホールがある。この建物ははじめ、 死の塩やワインの倉庫として使われていた。バインマルクトには、かつてのレストラン、ツアクローネ、鑑邸もある。この、女主人、マリアホルは、魔女狩りで有名である。ポリザイガッセには一連の注目すべき市民の家がある。この通りは、バインマルクトと、マルクト広場を結んでいる。ここには、旧郵便局、メッツェルシェーハウス、アインホルン薬局がある。 ゲオルク教会の東、リューベンマルクトには、1870年から71年の独仏戦争を記念して1902年に、ゲオルクブルバによって建立された、有限としている様式の戦争の泉がある。奥前ツビンガーとベルガーモンの間の絞りの、フリックヒンガー斜面は彫刻のある、公園施設で、エキゾチックな樹木が植えられ、バラ園、ローザリウムが設けられている。 ガルゲンベルク及びシュトフフェルスベルクは旧市街南東の森林で覆われた地域であり、マリー・フリーデリケ・ホン・プロイセンにちなんだ名、マリーエンヘイイコール・マリーの丘陵で呼ばれいる。もともとは不毛の丘陵であったが、1834年に植林が始まり、次第に風地公園に整備されていった。ガルゲンベルクのヘクセンフェルゼン、魔女の岩は中世の魔女狩りの時代にはシリッショ形状であった。 1817年にマリエンヘイ野に初めてビアホールができた。現在3軒のビアホールがあり、ハイキングの目的地となっている。マリエンヘイ野の南斜面には、ネルトリンゲン屋外プールがある。中世の歩類の中にある野外劇場アルテバス隊、旧歩類は、アマチュア劇団のフェラインアルトネルトリンゲンが、毎年夏に歴史劇や現代劇を上演する会場になっている。 自主運営の地元で評判良い演劇プロジェクトは、ドラマティシェアサーベルネルトリンゲン、ドラマティックアンサンブルネルトリンゲンである。冬のシーズンになると、クレステルレ私立ホールで、定期的に旅芝居が公演を行う。オクゼ前ツビンゲン文化センターには、小芸術劇場がある。ネルトリンゲンは、1604年に短縮、簡略カバンの、ロミオとジュリエットを上演し、イギリス街で初めて、 シェイクスピア作品を上演したという演劇史上の名声を獲得した。1924年に設立されたネルトリンゲン子ども団は南ドイツの有名な子ども団である。この若い音楽家たちは世界中にツアーを行ったり、サッカーの国際試合や施設が訪問した際に演奏を行ったりしている。私立楽団は1990年に設立された。 リーザー音楽学校、リース音楽学校は音楽の早期教育や楽器演奏に関する授業を行っている。多くの合唱団、クラシックのアンサンブルやジャズアンサンブルがネルトリンゲンでサークル活動を行っている。リースライフアイ全国民銀行の冬のコンサートシリーズには著名な室内楽ンサンブルが出演する。ネルトリンゲンの酒場、クナイペでロック、ポップス、 ジャズのバンドが演奏を行うネルトリンガー、クナイプツアーは、1996年以降、毎年春に開催されている。リーザースポーツパークは、公園風のスポーツ施設である。中心には1万人の客席と、予備グランドや、トレーニンググランドを持つ、陸上競技場、ゲルトミュラー・シュタディオンがある。このグランドは、TSV ネルトリンゲンのホームグラウンドでもある。この ヘルマン・ケスラー・ハレ、体育館がリーザースポーツパークのもう一つの中心となるスポーツ施設である。この体育館は5階建てで2008年のネルトリンゲンで開催されたバスケットボールのホームゲームのためにキャパシティ3000人に拡張された。テニスには数面のクレーコートと3面の屋内コートが使用できる。この他にネルトリンゲンには ウォーター飛行機及びグライダーのための飛行場がある。ボイムレスグラーベンのスケート場は、市によれば、南ドイツ最大の天然スケートリンクである。ネルトリンゲンには、リース鉄道、アーレン・ドナウベルト間の列車が停車する。ドムビュールへの路線と軍ンェンハウゼンを経由して、ニュルンベルクに至る路線は、定期的な旅客運行を停止してお、ベムディングへの支線は廃線になった。このため、 ネルトリンゲンの乗り換え駅としての機能は失われている。古い走車場はバイエルン鉄道博物館として利用されている。市のすぐ北にはリーザーフルクシュポルトフェライン EV スポーツ飛行クラブが特殊飛行場を運営している。交通用の小さな飛行場はネルトリンゲンから2 0トル離れたアーレンのハイデンイブクにある。最寄りの一般空港はニュルンベルク シュトゥットガルト、メミンゲン、ミュンヘンにある。ネルトリンゲンには中規模企業を主体として多くの業種の企業がある。もともと盛んだった繊維産業からはブランドを起こしたストラネスだけが残っている。地域内の商売が中心であり、周辺は都市部への農作物供給地域となっている。大変に古く、かつては主要都市であったネルトリンゲンには100年を超える。 伝統のある企業が残っている。ネルトリンゲンの中世の趣きを持つ旧市街は19世紀末から観光の対象であった。ツーリズムと外食はネルトリンゲンの重要な経済基盤となっている。市当局は2007年には延べ7267泊の宿泊客があったとしている。宿泊客の1、3が外国からの客であり、その多くはイタリア人。 韓国人、アメリカ人、イギリス人である。旧市街の他に、地質学上ユニークでゲオパークとして知られる、リースクレーターが、ツアー先として開発されている。ネルトリンゲンは、ロマンティック街道、シュベービシェアルプ街道、マイニコール、ドナウ遊歩道及び、ドイチェザンクとヤーコブス教会のヤーコブスベクアイに面している、シュベービシェアルプ教会の主要遊歩道1は、 ネルトリンゲン南部のリース周辺部を通っている。リースクレーター惑星の道は、セイゲオルク境界の丸屋根を太陽に見立て、リース内に惑星の表示を立てたものだが、冥王坊子はハールブルクのすぐ手前にまで至る。この地域の日刊誌は、リーザーナハリヒテンという名であり、アウクスブルガー・アルゲマイネの地方版である。この他に、ネルトリンゲンでは、エクストララン。 ワチェンゼチューウング WZ オクッチェルウンとサンタグシェイトンという週刊新聞が発刊されている。ネルトリンゲンで発刊された最初の新聞はカンティンションでアウグスパーガータイトングという名前でルーカス・シュルテスによって印刷されていた。シュルテスは1627年からエッティンゲンで新聞を発行してきたが、1627年にネルトリンゲンに移住した。 ネルトリンゲンは、ミュンヘン上級地方裁判所管区アウクスブルク地方、裁判所管区に属す地区裁判所の所在地である。ネルトリンゲンの中世さながらの旧市街は何度も、映画のロケ地に使われている。例えば、夢のチョコレート工場、1970年や、ビビブロックスベルク、2002年に見ることができる。日本のアニメシリーズ、プリンセス父チュチュの舞台である、架空の街、 金館長は、ネルトリンゲンをモデルにしている。オルク教会、旧穀物市場、レプジンガーモン、戦争の泉、クレステルレあるいは、視聴者の同系の肖像といった、ネルトリンゲンの建物がオリジナルに忠実に描かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。